さあ、始まりました。ブリトンチャンネル。ハロー、佐々木です。アコギくん。アタコウ。しおちゃん。娘。パンダ。はい、今日は人狼をやりたいと思います。わー、いいですね。はい、ただ普通の人狼ではございません。人と狼と書いて人狼。今回は、狼はいません。え、何それ。成立しないじゃん。人狼の人しかいないってこと。そうです。なので今回だったら皆さんに談笑する。やれつまんだりしてさ、そう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 、お茶飲んでさ、茶柱立ってんねなんつってね、あんたラッキーな日じゃないなんつってね、これでみんな幸せだねなんつって、何が面白いんだ。おお今回ですね、やる人狼はですね、オリジナル約束人狼です。おお、というのも今から一人が MC やります。その MC の人に今までやってきた人狼に存在してない役職を考えてもらう。例えば社長とか。おお、ね、庭師でもいい、何でもいいんですけど、5人プレイヤーで4人は市民ね、で1人はその MC が考えたオリジナルの役職の人を、例えばさっきの庭師だとしたら、普通の会話をしてる中で庭師らしいセリフを言うわけです。絶対にどっかで言わなきゃいけない。そうそうそう、リアクションでもいいし。なるほどね。その人は一応狼の立場でいるので、市民の人は普通に狼的な感じで当ててください、はい、そうね、だから夜になったら社長さんが市民を一人消します。当たった、怖すぎる。で、その役も当てるの。役も当てます。あ、その人は市民的なだから言い方はしなきゃいけない。そうだね、うん、その中で疑われないようにしなきゃいけない。そうだね。嘘の役職の感じは出しちゃダメね。じゃあそういう考えをするのがすごい大岡。それでは特殊な役職人狼いってみよう。はい、どうぞ。じゃあポケットに決まってください。その喋り方やめてください。そっちMC とは思えない。よーい、スタート。じゃあ行こう。いや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 、それやることによって変な職業側に有利になりますよ。わかりました。ごちゃごちゃにさせる。わかりました。てめえの人ですか。喋っていい。いいですか。みんなを見てました。どうだった。なかった。全然わかんない。ピンポン。出てます出てます。出てる、出してよ本当に。ここだったから。頑張り頑張り。あ、そうだそうだ。最初の用意スタートの。だって今のこんな仕事するじゃん。短いだろ。いやけどみんな見てますけど誰も何もしてないです。だよね。見るって。関心関心。いや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 、絶対おきんさん終了。絶対おい、ここやめた。それでは怪しい、職業だと思う人を指差してください。せーの、アゴキング。しょうちゃん。アゴキング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 がまず追放となりますが、その職業何か当ててください。まず30秒。よーい、スタート。耳をこう書くような方。でも最初だからそんなにやんないと思う。軽めのやつ。ちょっとかかってるぐらいが。いいですか。まとめてください。出てますか、ちゃんと。いや、わかんない。誰かが引っ張って出してください。じゃあもう潜水の人とか。次は何ですか。せーの、ダイバー。頭を下げてください。特殊な職業の人、顔を上げて誰を食べちゃうか決めてください。教えてください。はい、皆さん変わってください。ホキングさん、追放7つです。ほら、そして追放されるのがアゴキングさん。ダメ。おかしいだろ。嘘だよ。おかしいだろ。あ、どうおかしいやつがいる。サイコパスって。お前らサイコパスって職業ルールわかんない人だと思う。いや、それか、それが職業の。サイコパスの職業。いやでもそのルール分かってない人っていうのを特徴的に言うってことは、娘さんを完全的に疑ってるってことじゃないですか。そうだよね、今のこと。ってことは、佐々木さんなんか伝えし。え、なんでなんでなんで。え、待って待って待って、これ何これ何これ何これ。何これ。え、誰よ。おめえだろ。僕じゃない。この人じゃないの。いやいやいや、待って。おめえ、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 見ました見ました。私もあなたね、ずっとこう手当てってやってるのよ。え、どこ。やってないんだけど。俺これマジでやるんだ。よく見たらさっきのさ、これも怪しくなかった。終了。なるほど。特殊な職業を持ってると思う人を指差してください。せーの、パンダ。娘。パンダ。パンダ。ということで
パンダさんが追放予定ですが、職業何か皆さんに話し合ってください。寿司屋、寿司屋だよね多分。なんかわかんないけど最初のこれやったじゃん、これこうやったんじゃん。あっ、わかもね。いや寿司の握る、見てもらっていいですよ、VTR。VTR 見てもらっていいですか。やばい。職業を決めてください。せーの、寿司屋。顔伏せてください。特殊な職業の人は顔を上げて誰を追放するか教えてください。では皆さん顔を上げてください。パンダさん追放です。見事正解。いや、こうやってたよ。おー、やっぱそうだ。どうだったんだ。やっぱりあんちゃんいいね。じゃあ俺が勝ちです。あいつだ、やった勝ちでーす。いきますよ。それだ。はい。誰だ誰だ。あれヒントがちょっとないですけど、どうしよう。パンダさんの言わんと絶対見ました。やってた、俺を見た。あれ何？俺いつもやってる。いや、見たことはない。これは絶対に。いや、これスモートじゃない。スモートがこうだわかりやすい。でも、ちょっと早すぎるけどね。出した誰か。ね、出せない、わかんない。スモートじゃない。いやいや、何も覚えてないんじゃない。何もしてない、もう今何もやってない、ほら。はい、終了です、終了です。変わった職業だと思う人を指さしてください。せーの。パンダさん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 。ヨズメさん。パンダ4票。それではパンダの職業を決めてください。30秒です。用意スタート。普通の拍手。違うよ、この間もう絶対やってるから。あと15秒。今おかしかったよ、翔ちゃんのこんなやつ。何？1かい。はい、終了。パンダさんの職業は何ですか。せーの、力士。すごい、そんな奇跡ない。皆さんは目を閉じてください。それでは食べる人を指さしてください。それでは皆さん顔を上げてください。パンダさんは生き残りました。そういうことだよ。そうだよ。脱落する人です。翔ちゃん。うぅ、あれを変わった職業の人か見破ってください。用意スタート。スモートじゃないパターン。あとじゃあ俺全然動かなくてもいい。動かない職業。どうぞ。あと前はモデルとか。チョウちゃんをなぜ殺したかっていうところもある。だから日頃恨みある子団子とかかな。僕ですか。難しいよ。マジで分かんない。何やってんの。何絶対怪しかった。違いますよ。何でしょ。何でしょ。いやもう勘弁してよ。何だろう、違うのかな。これはやばい。やばい。それでは変わった職業だと思う人を指さしてください。せーの。お団子。団子。お団子。今お手前でのお団子さんです。それでは残り30秒でお団子さんの職業を決めてください。用意スタート。あなたはスモートの逃げ出したスモート。嫌になって稽古。えーよー。お団子の職業は何ですか。せーの、スタイリスト。皆さんじゃあ教えてください。よく待ちました。それでは変わった職業と顔を上げてください。追放する人を指さしてください。変わった職業と顔を伏せてください。よく分かりました。違うんだって。そして追放される人がいます。追放されるのはサスケ。ちょっとこれはおかしいな。もう待って。はい、それでは2分間用意スタート。多分ね、お団子がもしそれだったら多分サスケは行かないと思うんだよな。違うんですよね。違う、あのね、私がいいんだったらもうこの人しかないです。だよね。ってことだね。今の何ですか。今の今こうやったね。やったね、やったね。キリパン先生だ。足がすごい動くのよ。それがヒントだと思う。それは何なんですか。うどんのふみだ。うどん屋さん。怖いよ、怖いよ。それは何なの。ほら、全く分かんないもん。追放する人を聞いてください。はい、せーの。うわぁ、よし。パンダ2票。それではパンダの職業を決めてください。30秒です。用意スタート。見て、よく見て。寺田心くん。髪型。心くんの髪型。寺田心くん。パンダの職業を言ってください。せーの、先生。先生。それでは皆さん顔を伏せてください。それでは変わった職業の人顔を上げてください。追放する人を指さしてください。
ださいパンダは生き残りました。そりゃそうだよ。そして取り回されるのは娘。うわぁチキシャーチキシャー選んでたよ。なんてバカなんだ俺は。こんな奴に騙されためっちゃムカつく。変な職業はお団子。え、なに。それではお団子さん職業を発表してください。僕の職業はミュージシャンです。え、セルタンペはこうやって作詞してました。足がすごい動くのよ。高ちゃんがヒットだと。じゃあそれは何なんですか。じゃあ一斉に見てください。どうぞ。それでは皆さん2分間です。用意スタート。初動はなかった。まあ慣れてきてるからな。そう、慣れてきてるから隠し方上手くなってるんだよな。あ何ですか。病人だ。おーいやいやいや、普通さ人が咳したら大丈夫でしょ。なおよそれ今切れてやってねえか。なにこれ。なに今切れてやってねえかって。コメントにコースとかになってるから。何してる。だってよ、これこれこれ。なんで私ばっかり言われるの。だって怪しいもんね。でも言葉で出してる可能性あるからな。なんかずっとコーシーって言ってるのなんか怪しいですよね。わっこれがしよっと。はい終了。時間に入れてー。これ何。それでは変わった職業だと思う人を指さしてください。せーの。お団子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 。それではお団子4票になります。職業を30秒で決めてください。スタート。あれじゃない、ガソリンスタンドの店員さん。おらおら、それからトラック運転手とか。トラック運転手。それではせーのでお願いします。せーの。トラック運転手。はい、それでは夜が来ました。伏せてください。それでは変わった職業の人挙げてください。追放する人を指さしてください。はい、それでは皆さん夜が来ましたと挙げてください。疑われたお団子セーフです。そりゃそうや。そして追放者がいます。その追放者はサスケ。それじゃあ今から2分間です。よーいスタート。何もうさ、こんな積極的なおかしいでしょ。今言った今こっちの。何もしてない。こっちさ、なんかさ、こっちだけ動いてた。やばっ。マジじゃん。すごいや。え、こっちでやってる。そうそうそう。え、今回2人いる。この2人が積極的すぎる。違う、これこれ、朝の向きだよ。ほら、これ何。やっぱそうだ。だって最初これやったじゃないですか。警備員だと思ったんですよ。警備員の棒を持ってこうやってやってるんじゃないですか。そんな風に見えます。あと30秒。あのキングさんはマジで何もやってないんですよ。なんか俺仕事してみてえな。仕事何もしてない。やってんのかお前。はい、時間いっぱいです。それでは職業の人を指さしてください。全然わかんないよ。せーの。お団子。お団子。やっけ。お団子。はい、じゃあお団子3票です。じゃあ30秒で職業を決めてください。わからん。よーいスタート。なんか持ってるの。何かを持ってるんだと。あ、ピザ。ピザ違うか。そういうことね、警備。いきます。せーの。警備。はい、それでは夜が来ました。変わった職業の人、顔を上げてください。追放する人、刺してください。はい、顔を上げてください。疑いかかったお団子セーフです。だから違うの、職業じゃないよ。追放者がいます。追放者は翔ちゃん。えなんで。うわっ、やったんだ。ずっと見てます。ずっと見てます。あなたでしょ。ずっと見てます。バカしかいない。バカしかいないよ。犯人でしょ。犯人でしょ。お前か。お前がバカなのか。いや、強く来るのが多分ずっとなんじゃない。国会議員とか。まだやってないでしょ。まだやってないでしょ。動き出すよ。あ、なるほどでしょ。動き出すよ。すごい言ってる。すごい。終わり終わり終わり。え、何もしてなかったこいつ。時間いっぱいです。こいつ失格じゃない。職業だと思う人指さしてください。いきます。せーの。もうわかんない。おれおれ。違う、もう何にも出なかったけど急に動き出してるんです。それでは30秒で職業決めてください。なんかさっきの30秒の話の時こうやってやった。これは何。これで決めてください。せーの。ダンサー。それでは夜になりました。捨ててください。え、じゃあ職業また上げてください。刺してください。それでは顔上げてください。はい、それでは疑われたゴキングセーフです。ほら。そして追放者お団子よって職業の勝ち。こいつちょろいなと思って。スパーだな。すいません。すいません。俺の方に見るから。この人誰も見ないから。ずっと言ってるよ。すいません。何やってんの。職業ない。だってちゃん
何やってんだろ。普通に最初ずっとこうやってた。こうやってこうやってやってた。こっちだ、なんかめっちゃ動いてた。あっやばっ、お前が犯人だろ。お前だろ、犯人でしょ。何かしてるんだよ。職業は警察官です。すごいわ、上手。上手じゃん。それではこの曲が面白いと思った方、チャンネル登録、高評価お願いします。それではさよなら。気候しここだけで作った家で一家完成が強いぞ。いいよ、いいよ、いいよ、後でもうサブチャンでやろう。